皆さんこんにちは。2023年末に週刊文春によって報じられた性加害疑惑からの一連の流れから活動休止を発表した松本人志さん。週刊文春側を相手取った裁判との同時並行ではお笑いに全力を傾けることができなくなってしまうという松本人志さんの強い意志が示され、所属事務所に吉本興業も松本人志さんの意思を尊重すると説明しました。芸能界の大御所の不在は各所に影響を与えているようですが、松本人志さんのネガティブな報道が続く中で、ダウンタウンというコンビの相方であり多くの番組で一緒に司会を務めている浜田雅功さんのコメントにはかなり多くの注目が集まっていました。性加害疑惑が報じられてから長らく松本人志さんについてのコメントを控えていた浜田雅功さんでしたが、ついに世間が待ち望んでいた浜田雅功さんの言及した言葉が今大きな注目を集めているようです。相方のスキャンダルによって浜田雅功さんにも影響があったことで、浜田雅功さんの精神状態がやばいと噂されたこともありましたが、実際浜田雅功さんの言及した内容はどのようなものだったのでしょうか。今回は松本人志さんの性加害疑惑の報道を受けた浜田雅功さんの様子や、初めて松本人志さんに言及した言葉について、またダウンタウンの今後についても迫っていきたいと思います。松本人志さんはコンビ活動も合わせると7本のレギュラー番組を抱えていた超売れっ子でした。コンビとしては日本テレビ系ダウンタウンデラックスや TBS 水曜日のダウンタウンなどの冠番組を抱えており、毎回 SNS で話題になったりと視聴者からも好評な番組ばかりです。しかしそんな中報じられた松本人志さんの性加害疑惑、報道された内容では呼び出された複数の女性が告発、ダウンタウン松本人志と恐怖の一夜、俺の子供産めやと題した記事の中で、松本人志さんとスピードワゴンの小沢和弘さん、構成作家 X らとの飲み会に参加した女性が男性陣から強引に行為を迫られたと証言しており、さらには松本人志さんに直撃取材した様子も記されています。今回の一連の報道によってネット上では関連ワードがトレンド入りする中、浜田雅功さんを心配する投稿も多く見られるようになり、浜ちゃん大変、しばらく一人で活動するんかな、浜ちゃんも大変だろうな、スイダウとかガキツカとかは浜ちゃん一人になるのか、浜ちゃんがなんてコメントするのか気になるな、との投稿が相次いでいました。また浜ちゃんの探偵ナイトスクープも見てみたい、局長代理、相方いない同士で浜ちゃんとホトちゃんがコンビ組んで仕事できないか、などのコメントも投稿されています。松本人志さんと浜田雅功さんは不仲に見えて仲が良いコンビとしても有名です。過去にはこのようなエピソードを語っています。松本人志さんの子供が誕生して間もない頃、インフルエンザにかかったマネージャーが現場に来ていることについて、そのマネージャーに対して浜田雅功さんは、インフルエンザでうろうろするな、松本のところには生まれたての子供がおんねん、そこに移ったらどないするんじゃと怒鳴ったとされています。ところが番組では松本人志さんはこれについて全くの嘘と断言すると、浜田雅功さんはいやいや嘘じゃない、言いましたよと反論、えと戸惑う松本人志さんに、こんなの嘘ついてもしょうがないと事実であることを強調した浜田雅功さん、それが本当だと分かった松本人志さんは最後にありがとうと感謝の言葉を述べながら少し感動した様子を見せていました。また他にもフジテレビ系で放送されているダウンタウンのないの本音ではしご酒に宮根誠司さんが出演した時のこと、コンビ仲がトークの話題に上がった際に宮根誠司さんはどっちかが死んだらめっちゃ泣くでしょと質問しました。対して松本人志さんは泣きはしないんじゃないですかと答えましたが、同じくレギュラー出演者である坂上忍さんから泣くでしょと再度尋ねられた浜田雅功さんは、だから先に死にたいんですよと回答。この発言にはそこにいた出演者全員が感動した様子で、それでも松本人志さんは好感度アップさせてると突っ込んでいましたが、これは嬉しい気持ちをごまかすための照れ隠しだったのかもしれないと言われているようです。こういったことからわかるように仲が良いダウンタウンの2人、
浜田雅俊さんの不祥事があった時は、松本人志さんがいじりながら相方愛を貫いてきていたのは強く印象に残っている人も多いでしょう。今回の性加害疑惑報道後の浜田雅俊さんについて、テレビ局関係者は、松本さんが不在の間は自分が踏ん張ってダウンタウンの番組を守っていくとの思いを強めているそうです。浜田さんが進行を務める形で番組が続くことになるでしょうと指摘していました。また現在の様子については、とにかく松本さんのことを心配していますと語っていましたが、昨年浜田雅俊さんは体調不良と報道されたばかりでした。浜田さんは11月27日の未明、体に異常を感じ病院を訪れて、前日の記憶が全くないと申告しており、医師に意識障害と診断された浜田雅俊さんは、脳神経外科でさらに複数の診断や検査を受けた後、約1時間半後に帰宅したといいます。さらに最近、体調不良で浜田雅俊さんが収録を何度か休んでいることを指摘し、脳神経外科医が一過性前健忘症という発作の可能性を推定していたのだといいます。体調不良による欠席が増えたのは芸能界に限った話ではないとはいえ、こうしたことから浜田雅俊さんの体調には心配の声が上がっていました。また老化について芸能記者はこう話しています。浜田さんは何度も共演しているタレントの名前が出ていないことがあったり、台本とは違うことを話し始めたりすることもあったようで、若手後輩芸人の間で浜田さんの物忘れがひどくなってきたと話題になったこともあったと聞きます。そんな中での松本人志さんの今回の性加害報道、ダウンタウンの番組を守っていくとの思いを強めていても、精神的にも体力的にもきついものがあるとも考えられます。また今回の報道をきっかけに浜田雅俊さんも引退を考えるのではないかという人もいるようです。浜田雅俊さんが司会を務めるジャンクスポーツでは、プロボクサーの井上尚弥さんとダウンタウンの2人が焼肉を食べながらトークを展開し、その中で井上尚弥さんが引退を考えたことがあるかと質問すると、浜田雅俊さんは元気なうちに辞めたい、そこだけはちょっと考えることはあるけどね、それはいくつなのかなって難しいのよねとコメントし、続けて松本人志さんについては、辞めないですよ絶対と話していました。芸能関係者は、松本さん自身が辞めたいと話していても簡単に辞められるわけではないということを浜田さんは十分に理解しているのでしょう。松本さんほどの大物となると引退した時の影響があまりにも大きいですからね。例えば M1 グランプリやキングオブコントなどは、松本さんが審査をするということがショーの価値を高めている部分がある。もし松本さんが審査員から抜けたならば、2つの賞レースの存続にもかかってくるでしょうし、仮に2つの賞レースがなくなったら、チャンスを奪われて困惑する後輩芸人たちも多いはず。近年の松本さんは笑い界全体のことを考えて動くことも多いですし、後輩芸人のためにも簡単に引退できないという状況もあると思いますと語ります。相方である松本人志さんが無事に活動再開を開始すれば、また一緒に番組を行っていくとして、松本人志さんが引退するのであれば、浜田雅俊さんは元気なうちに辞めたいとのことなので、一緒に芸能界を引退するということも考えられているようです。松本人志さんの性加害疑惑報道によって、各テレビ局はレギュラー番組の今後の対応についていずれも検討中と説明していましたが、民放関係者が語るところ、春改編についてはすでに代理店への説明を終えており、今からタイムテーブルを変更するのは困難、番組は続けていくことになるだろうとのことです。しかし松本人志さんはレギュラー番組のほとんどで進行役を務めていただけに、調整は困難を極めるとも言われており、松本人志さんの後釜になる芸人は誰かというところにも注目が集まっている状況です。そんな中、浜田雅俊さんが26日深夜放送の MBS ラジオ五分五分ラジオにて、松本人志さんについて初めて言及したことが大きな話題を集めました。今年初めての収録と明かされた番組冒頭では、ライセンスの井本隆文さんが、浜田さん何か大変そうですねと切り出すと、浜田雅俊さんは、大変というかね、まあまあ、何やね腹立つ、すぐ聞くと
とツッコミを入れて場を和ませます。松本人志さんが長期の不在となる可能性もあることについては、とりあえずね、あの人の代わりはいないので、戻ってくるまで自分ができることを一生懸命やろうかなという感じ、と揺るがない相方への信頼を語りました。続けて、今やらなあかんこともあるので頑張って待ってますよ、と自身は目の前の仕事に集中して相方の復帰を待つことを表明しました。それでも松本人志さんが不在中の間だけは、帰ってくるまで相方募集しようかな、オーディションしようかな、取り急ぎ相方探して、と新相方のオーディションという驚きの構想を明かしたものの、この構想に一般も含むんですか、という質問が飛ぶと、一般はあかんやろ、俺らの仕事なめてんのか、と笑い芸人限定としつつも、まあでも松本さん戻ってきたらすぐ解散しますから、とジョークを交えつつ松本人志さんとの絆の深さを強調していました。そしてこの日1曲目に流したのは、ダウンタウンの2人にとって一番大切で原点の曲でもあるコンビの出囃子で、吉本興業創業110周年特別公演だった。伝説の一日で31年ぶりに漫才を披露した時にも使用していたエポのダウンタウンでした。いかがでしたか？ダウンタウンは小中学校の同級生であり、もう半世紀以上共に行動していることになります。浜田雅俊さんは過去に、ダウンタウンはこの人、松本の才能でここまで来てる、そこはもうリスペクトしてますよ、と全幅の信頼を寄せており、浜田雅俊さんは、ダウンタウンで最後は花月で漫才して終わると決まっている、と話していたことからも、その絆の強さがうかがえます。まだしばらくは松本人志さんの性加害疑惑騒動は続きそうですが、これからどんな形になっても、きっと2人なら素晴らしい笑いを作っていけることでしょう。今後の活動に期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。